知ってるかい？東京のあの辺はさ、もともと海だったんだよ。ほんの200年ぐらい前まではさ。高校生ぐらいの子供か。柴田が捨てた銃をその子が偶然拾ったんでしょうか。ああ、ネットですか。うわ、なんかいろいろある。パーッと全部食べようぜ先輩。え、いいの？いただきます。カレーも、焼きそば美味しい。